おはようございます。はい、本日はバスツアーに向かっております。はい、はい、本日のバスツアータイトルが面白い、はい、秋の南信州もってけ約3キロと駒ヶ根の紅葉松茸ご飯松茸入りそば食べ放題と松茸入りすき焼きということで、すごいボリューム満点でございます、はい、いや行ってみましょう。多分あっちの方だと思う。そして今日すっごいいい天気、真っ青です。はい、定番コーヒーでございます。よっしゃ、行きましょう。さて、ここら辺のはずなんじゃが、ここはあれか、始発場所じゃないから時間だったらバスが来るって感じですかね。さあ、今日紅葉は楽しみだな。あ、いっぱいなんか止まってる。あ、本当だ。ちょっと行ってみようか。あ、おはようございます。はい、というわけで前回に引き続きクラブツーリズムさん、はい、じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。お邪魔します。場所わかる？わからない。おはようございます。あ、そうですね。はい。おはようございます。おはようございます。よし。はい。ここは前回のバスツアーで泊まったところだから、これはいわゆるバスツアーの定番の場所なんですね。そう、そうなんです。今回のバスはこんな感じ。あれはあった。なんかありますよ。駒ヶ根、駒ヶ根公園、地図が書いてある。これお、今回あれだね、全部目的地が近いんだよ、これ。本当ね、なんか全部書いてありますよ、本当。これが本日の予定ですね。まず立川を8時20分に出発して、サービスエリアに9時10分休憩で、三晴らしバーもこれリンゴの詰め放題お買い物やって、駒ヶ根高原の散策で、1時半にご飯、そしてその後公園して、で帰ってくる、こんな感じですね。そういうの、皆様お揃いになりましたので、改めてご挨拶させていただきます。皆様おはようございます。おはようございます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございます。私は添乗員の小泉ラナと申します。皆様と一日ご一緒させていただきますので、一日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、そうですね、今回中央観光の、ドライバー黒部さんに一日お世話になります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。本日は11月3日で文化の日ということで祝日ですので、嬉しいことに満席を頂戴しております。一部ご相席お願いするところもございますけれど、皆様ご協力いただきましてありがとうございます。本日はお天気にも恵まれまして紅葉もちょうどいいのではないかなと思いますので、また今回長野県ということで約3時間ほどはバスにご乗車いただくことになりますけれども、また道中もですね、カーテンを開けてお外を少し見ながら、景色も一緒に楽しんで、現地の方に向かっていただいて、一日楽しんでお帰りいただけたらなと思っております。最初は見晴らしファームというところでリンゴの詰め放題でございます。皆様にビニール袋を1枚お渡しさせていただきますので、こちらにリンゴを好きなだけ詰めていただくようになります。で、袋をもうできる限り伸ばして薄くすれば、なんか前回10、まあ、今度は5個ぐらいみたいなんですけど、10個ぐらい詰めた方がいるっていうやらないことを聞いてますので、ドラえもん頑張って袋を伸ばして4次元ポケットにして、はい、いいですね、気合い入れて散策でございます。こちらは駒ヶ根高原周遊コースというマップをお渡しさせていただきましたが、今回この本当右側の一部のところです
沿いの小牧草橋というところがあるんですけれども、この辺りから、大体40分ほどお時間を取りしますので、好きなところをぐるっと回って戻っていただければと思います。なんで桜亭、こちらで昼食になります。昼食が今日少し遅くてですね、午後の1時半頃になりますので、朝も早かったのでしっかり食べてて、お腹が空いてしまうなという方はその前の見晴らしファームでも準備万端でございますよ。楽しみにされてる方もいらっしゃるのではないかなと思いますが、今回は40分の食べ放題ということで、食べ放題の内容が、松茸ご飯と松茸入りそば、それから松茸入りきのこ汁と寒天デザートでございます。一応食べきりのものとして、松茸入り牛すき焼きと松茸と信州産のキノコの豆板焼き、それからお漬物と卵ということでついております。今年は松茸がすごく豊作ということで、期待して楽しみに行っていければと思います。このところで高禅寺というお寺のところに向かってまいります。こちらも紅葉が大変綺麗な場所でございますので、こちらも少し小さいお寺なんですけれども、ちょっとご散策いただいて、また目の前の信州園というこちらもおまんじゅうとか建てるところなんですけれども、こちらもお土産たくさんありますので、ぜひ見ていただければと思います。こちらのごま団子がすごい美味しいんですけど、試食ができるのでぜひ皆さん食べてみてください。気になる、それは気になる。ではバスの中も長くなりますので、何点か注意事項をお話ししますので、ご協力をいただければと思います。中央道乗ります。はい、いきなり渋滞、すごい。これはね、相模湖まで10キロ渋滞してるそうです。まあこんなもんでしょう。はい、合流します。甘さが違う。あれでなんか全体になるようにできないもんかな。それはね、いつも長かった渋滞を越えて談合坂サービスエリアに向かっております。まあ、でもバスはいいですね。渋滞はまっててもなんかポケーっとしてられます。で、自分が運転してるとこうはいかんからね。させていただいたんですけれども、かなり他のコースも詰まっているということで、予定通りの時間を変更できない状態でございますので、そうですね、やはり少し遅めで2時をもしかしたら回ってしまう可能性がございますので、こちらの休憩箇所なので、もしお腹空いてしまいそうだなという方は、少し食べられるものなどを調達していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今の状況ですと、この先は先ほどのような渋滞は続いていないかなとは思いますので、似たようなバスがいっぱいあるから、これ気をつけないと。休憩20分だ。本当に間違いにしてんの。よろしくお願いします。紅葉をゆっくり散策して、こういう機会ありましょう。はい、お待たせいたしました、はい、10時15分です。はい、談合坂なんか台風の調達してこう。すごい人がいっぱい。考えてみよう、この時間にでも来ることないよね、談合坂ね。いつも思うと早朝か深夜かだから、こんなに人いっぱいになるんだね。リトルマーメイド、これですよ、これ。でん、談合坂アンパン。ペペン。さあ、これパンを買いますが、さあ、時間まで間に合うでしょうか。結構並んでおります。時間ギリギリかな。というわけで、バスに戻りまーす。で、バスがどれか分かるかな。よいしょ。ねー。はい、談合坂アンパン。てっちゃん、行きます。このダウンをね、悪いのは悪いんだけれど、縁起は良さそうな気がする。おー、クリームが入ってます。これがね、美味しいんですよ。そうなんですよね。あんも美味しいんだけど、パンがすごく美味しいんで。じゃあ、いただきます。
そこがね、それはちっちゃすごいのがね、なんかね、うん、旅行してるって感じです、ね、確かにね、バスの中食べてもらったらいいね。そう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 、昼ご飯がちょっと遅くなりそうだから、これ腹に入れていきましょう。もうね、あんことこれカスタードクリーム、バタークリーム、美味しいんだよね。バターっぽいカスタードクリームもある。前回行った時と同様に全体的に年齢が高め、多分これ予想なんだけどさ、なんか新聞の広告が多いからじゃないかなと思う。ネット通よりもハトバスはどうなんだろうね。ハトバスツアーどうなんでしょう。ちょっと興味、今度ね、今度ハトバスとか行ってみたいなと思います。お、紅葉がだんだん高速道路の脇でもかなり紅葉つきましたね。見えた。諏訪湖。いいね、いいね。この下に映ったのは雲の影がまたね。またいい感じだね、これね。すごい。山々がいい色になってきました。もう綺麗だね。見てて思うんですけども、今回の運転手さんすごい安全運転。ちょっとこれ80キロかなでピターッと走ってますね。そして静か、快適です。この窓から見える紅葉の山と、そしてこの雲、雲がこうねゆっくり流れていく感じがいいですね。久しぶりに来たね。約5分ほどで、今の直売所見晴らしファームに到着となります。こちらでは皆様にリンゴの詰め放題ということでお楽しみいただきたいと思います。まず降りましたら、係の方の誘導があるかと思いますので、そちらに続いていただきまして、その後皆様に袋を1枚ずつ渡させていただきます。まずはリンゴの詰め放題お楽しみいただいて、そちらが終わりましたら少しお買い物していただいて、バスにご集合をいただきたいと思います。そっか、なんかね、すごい個性的な面白い絵がいっぱいあるんだよな。何すんなのこれ、なんかイベントやってんのかな。これイベント、なんだイベント、いちご受付。いちご、いちご、え、だよね。はい、それでは大変お待たせいたしました。まもなく到着となります。ではお先に出発時間ですが、12時40分までに、バスの方にお戻りをお願いいたしますので、のバスは動かないので降りた場所を必ず忘れないようにお願いいたします。これなんかすごい、あ、これが見晴らしファーム。もし迷ってしまいましたら、今回第2駐車場に駐車をしてますので、間違いないように。第2駐車場、了解しました。リンゴ詰めてますね、あんな感じで。ありがとうございます。あんな感じで皆さんも頑張って袋を破けない程度に広げて、たくさん詰めてきてください。10個だった。いや、みんなかなり詰めてるよ、あれ。リンゴたくさん取って、いっぱい詰
集めよう。よし、4人でいっぱい取ったら相当な量になる。40個マックス10個だから40個取っていろいろ作ろう。アップルパイでしょ、あの丸ごとリンゴのダチョウ分のね、いいかもよ。ルイチ何個目標にする？あー食べれるだけ10個。ルイチいっぱい取ってさ、丸かじりしようぜ。はい、行ってきます。頑張ってまいります。はい、行ってらっしゃい。いきなり袋。4人分は外に取り出す。今後袋、いや、これ結構頑張らないとこれ入らないよ、これね。これだとなんか4個とか3個ぐらいでしかない。今から伸ばすか。伸ばすんだ。わけありリンゴ。よし、楽しみだね。やると思った。かーん、みんな一斉にスタートしました。はい、皆様お揃いですかね。どうぞ。いただきます。お姉さんと嬉しくなっております。リンゴ大きいね。大きい、いろいろあります。でも訳ありだったらそんなにね、むしろの大きすぎってのがある感じ。大きすぎと小さすぎがあるのかな。サトシが梨もいいよね。梨も食べたいね。あ、サトシも結構いっぱい入ったね。結構ね、この小ぶりなリンゴ好きで、小ぶりなリンゴだとかなりいっぱい入る。こういう感じにいい感じじゃん。いくつぐらいでしたか。いっぱい。俺はそんな入れたつもりなかったんだけど、10個入ってた。ルイジは？俺は11個。ルイジ11個。あ、違う、10個か。入れたね。オッケー、しまいました。これなんだろうと思ったんだけど、これも何、詰め放題の夢の後。吸い取られた後だね。可愛らしい。お、なんかいろいろあるぞ。行ってみよう、行ってみよう。キノコ汁人が何だろうでます。はい、まだたくさんありますよ。どうぞいらっしゃい。はい、暑い中気をつけてください。はい、あ、そう、あ、すごい匂い。おいしい。なんかさ、マラソン大会の後みたいな。マラソン大会の後を今味わっております。いいね、この青い空とキノコ汁。なんかね、イメージがすごい美味しい。歯ごたえがあってシャキシャキする。あとね、いっぱいね、なめだけとね、あと、あ、なめことえのきもいっぱい入ってます。バスが続々と到着しております。楽しかった。お、次のリング詰め放題の準備がされております。はい、行きましょう。少々お待ちください。では、三原市ファームの方出発いたします。のリンゴですけれども、下のトランクに皆様お名前書いて積んでいただきましたが、まだお席にあるという方、後でお声掛けいただければ、マジックを渡させていただきますので、次のところでお声掛けいただければと思います。
駒ヶ根周辺のマップがございます。これからその地域に行きますので、もしよろしければご覧いただければと思います。駒草橋までちょうど裏手にありまして、すぐのところになりますので、そちらまで私がご案内させていただきます。でそこから好きなところまで歩いて、だいたい40分ほど時間お取りしたいと思いますので、また同じスズランナスまで戻ってきていただければと思います。一区間だけ高速移動します。一区間だけ使える。そう超贅沢。のところからですね、片側には中央アルプス、そして反対側には南アルプスが見えてまいりますので、ちょっと雲も出てますが、今日は見えると思うので、ぜひお写真なんかも撮っていただければと思います。みっちり、すごいね。では先に出発時間ご案内いたします。1時55分に出発いたしますので、1時55分までにバスにお戻りいただければと思います。ここからの先の方がですね、一般車が途中から入れなくなってますので、ロープウェイに乗る方はここでバスに乗り換えて路線バスで30分ぐらい走って、そこからロープウェイに乗るような、この後ずっとぐねぐね道が続いてるんですけど、約30分ぐらい。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。よいしょ、よいしょだー。おー、あ、すごい綺麗。めっちゃ綺麗。いい空の色だね。ボちゃんね、このキャラクターいるよ。ん？いや、なに、陽明師くんがいた。何屋で作られてるの？すごい。すごいいい感じです。あれが駒草橋？ね。橋2つあるんだよな。綺麗だね。おー、いいじゃないですか。あ、すっごい綺麗。わー、いい色だ。綺麗。あ、これいいや。はい、2時集合ね。うん。はい、というわけで駒ヶ根高原の駒草橋やってきました。何なのこれ、リリシー。いやー、綺麗だね。こっちの方がなんか雄大でいいね。南アルプスと中央アルプスがこう見えるらしい。ちょっと今方角わかんないけど、あの、揺れてるよねこれ。ちょっと待ってみて、待ってみて。本当だ揺れてるように見えないんだけど、相当揺れてるねこれね。いや、綺麗だなこれ。やっぱこの文字綺麗だよね。この葉っぱの色とさ、この空の色とこのコントラストがすごい綺麗だよね。いやー、本当にコントラスト綺麗ですねこれ。おお、いい、ここの景色は綺麗。あ、綺麗だね。おお。わあ、この景色ね、ここ朝来たかったですね。
明け方とかすっごい綺麗じゃないかな。はい、もうこんな感じ。はい、というわけで鎌倉橋からでした。逃げた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 。高校生のダンス。ははは、本当に綺麗です。今のこの光のさ、今の光の具合からするとこっちから見たらこの橋綺麗だよ。うん、アイデンや。さあ、さとしくんのパフォーマンスタイム、デリーナイス。いい写真撮れた。あ、揺れる、やっぱり揺れる、やっぱり揺れる。